ピッチ4がね、レシーブすごく上手でしょ。で見てたらね、わーってこうやるの。それ見てたらいつでもこことここが一緒のような感じが見えてくるの。だからこう来たりこう来たり、両方が総速投みたいに前面をフォローできる打ち方になってる。でここから速い、やっぱり張本さんも一緒、ここからここが速い、ここでカーンって速い、ここが離れてる人ですよ、離れてる人。はい、お願いします。まあこういう風にほら、これ離れてるでしょ、完全に絶対打球点遅れです。これ離れてるでしょ、バラバラの人、これ必ずでバラ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 、閉じてる人、閉じる、こういうのつ、こういう人いますよ、やっぱり閉じてこうやって写しておりますよ。でこれが適度に仁王立ちから入って適度に空いてる、ここ適度に空いてる。だから今ここ入れといても入れなくても私の場合は一緒なんですよ、一緒なの、ここいつでも。で打ち終わった時にこうならないということはどうなってるかというと、これがこっち入るから、こう来た時にここでまた窮屈でしょ。だから必ず体全体上身がこう入る、こう入る。その時に左側が、右側が、私で言うとフリーハンド側がちゃんとしてないとこっち来ないの。だこっち来ない人ってみんなここで閉じちゃってる、閉じちゃってる、こっちへ来ないの。必ずこっちへ行ってこう行ってこう行ってこう行って、こう行くからここに置いといて、体の下半身のこの辺はきれいに回っててパーッと持ってくる。そう、面白いですよ。もうね、最初練習するときにフィーフィーフィーンとこれ見えてくるの。それでね、それでここでこう置いたままだけど、置いたままでもこれいくらでもこう手伸ばせるんですよ、こういくらでも。ところがこれ離れてしまう人はここ落ちる感じがするから、ということは下半身がそこへ重心がきれいにこういう移動をしてないっていうことにもつながる、止まってるってことに、まあ、そうやってチェックしていきますね。やりたいでしょ、うん、片っぽでもいいでしょ、そうちょっとになったつもりで、ちょっといいですか、総速投の卓球やってみて。総速投の卓球はこう来たら、はい、ペンで持ってみて、はい、こう来てこっちこう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 、あこっちでバック来たら、ちょっとすみませんって、はい、ラケット足を置いて、バック来たらこっち振るんですよ、はい、こう置いといてこう、あそうか、こう置いといてこう、うん、こう、こう、しっかり当てる、ほら、しっかり当てて、はい、はい、こういうの、はい、で、バック来たら、うん、バック来たら、こう入ってくる、こう入る、こう入って、フォア来たら、フォア来たら、そう、そうそうそう、そうそうそう、回して、そうです、そうです、そうそう、もっと前で前で、後ろからこう当たらないの、ここで当たっていく、完全に。体でね、バック来たら、そう、そう回して、そう、そう、うまい、うまい、うまい、ふわふわは、ほら、前、後ろ行った、後ろ行った。うわ、分かりました、仕組みが分かりました。うん、仕組みが分かったでしょ。だからそのね、イギリスの人たちもね、台湾も多分、イギリスの人たちはすごくそれが分かりやすいの、運動が。台湾の人はもうちょっと違う感じがあるから、真似しにくいけど、分かりやすいでしょ。まあ、前でそう、そうとくと、そう、そう、振って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 、違う違う、強くこう後ろから強くするんじゃなくて、こう、こう前でこう、こういう当たりでないと、こうじゃなくてこう前、丸くね、そうすると振り切りができるんですよ。そうそう、それで足つけていくとね、前で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 、はい、後ろから押しちゃダメ、はい、前で前で前で、そうそう、じゃあシェイクでやってみて、はい、シェイクで前で前で
前で、そう、前で。美馬さんになったつもりで。美馬さん、前で前で前で。後ろからじゃない、後ろからじゃない。後ろから行きますね。分かったでしょ。こういうふうに当たってる。こういうふうに当たってる。こういうふうに来てないの。直線じゃないの。回すの。こう体全体で足首柔らかくして、股関節も。そうそう。前で、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 前で。よし、はい。ボール入れて。ボール挟んで。そう。左の方を挟んで。そんな感じでいく。ね。ちょっと変わってきたでしょ。だいたいどうしてかわからないんだけど、こう来たやつを後ろからこう叩く人が多いんですよ。でここで何かやろうとする人が圧倒的に多い今で。バックも早くしてくださいって言ったら、なんでこうこっちを強くするかよ。いや、こう当てといたらこっち来ればいいのになと。ほらもう当てといたら、体さえちゃんとしてて当てたらこっち来ればいいのに、なんでこうやってからこっち来るのか。これでバラッとしてしまう。なぜかわからないけどね、今わかりましたでしょ、はい、だから姿勢も丸くなってくる。こういうふうになる。だん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 首も前に出てくる。卓球やればやるほど。おかしい。卓球がやればやるほどかっこよくならないといけないのに、強そうに。なんとなく、なんとなく、なんとなく、なんとなくってこういう感じになってくる。まっすぐに、まっすぐに、まっすぐに。そうすると今の卓球が、あ、そうか、美馬さんはそう打ってるんだ。張本さんはそう打ってるんだ。阪神党はそう打ってるんだとかね。みんな分かってきます、そこで。どうしても、こんだけもう回る人ってここまで回ってる人いますよね。意味がない。瞬間に、こうまっすぐ向いた、この、なんて、正面が、こっち確かにこう来ます。でもまっすぐでしょ、ほら。まっすぐ向いた正面がこっちへ来ます。でも正面まっすぐでしょ。だから打てるんですよ。だからこれはこういうふうに来ちゃったら、絶対どこかねじれるでしょ。だからまっすぐに止めたつもりで、でも足首と股関節柔らかくしておけば自然にこっちに回りますからね。面白いんですよ。一番早いところのところから持っていって全部運動を合わせていくと全てが基本通りになっていくの。上手になったら早くするじゃなくてね、一番安定感のあるコントロールのある打ち方が、実は何にもしないで落ちたところにこう当てるだけのこと。美和さんなんかいいよね。この一つのこの落ちて絶対入るというところからちょっとこうやったりね、でこれ絶対入るところからちょっと振ったりっていう、そういうのが、だから早いところからやった方がずっとコントロールがいい。そのから打ち方がちょっとでも余分な動きが入ってたら間に合わないでしょ。だから綺麗な位置、姿勢とか腰の位置とか綺麗な足の裏の在り方とかをちゃんとしておいて、できる限りジタバタドタバタしないでそのまま何しろそのまま持っていくと。でその時にどこで持っていくかというと、足首と股関節の運動で重心を運んでいくということですね。絶対上半身をねじったりすることではないということですね。とてもよく捉えてもらいました。今日のテーマは一生のテーマですから、もちろん、あと10年経ったら、あと5年経ったら何か変わるかもしれないけど、卓球台の大きさと高さが変わらない限りは、ボールの行き来で卓球っていうのは成り立ってきますから、相手の人のね、そこにちゃんと反応していく、自分が反応していかなきゃいけないんだけど、できる限り余分な動きをなくしていくということですね、そういう意味でこう今年はね、ものすごく分かりやすかった。私はピッチ4のね、卓球がね、こう背高いんです、足長く、なんか細くてひょろっとしてるように見えるのにね、ガッガッって言うとボールものすごくもう吹っ飛ばされてるの。そのコッと入ったボールがカンと来るらしくて、スピンがかかってる。で打球点がいいから速い。前でちゃんとスピンかけて、スピードと力と両方持ち出してるから、ヨーロッパ強くなるんじゃないの。ということは、どんなに速くてもあるところまで行って、そのボールの見え方、距離感というか見え方、この空間の見え方を捉え出したら、打球点さえ捉えていれば大丈夫ということです大丈夫、誰がやっても速いのは大丈夫ですよ。でもただ速く入れるだけじゃなくて、スピンもかけましょう、ね、スピードもつけていきましょうということが今日のテーマの狙いでした。で姿勢は日常からね、ちょっと気をつけてやってみてください。必ずいいと思います。